私たち今見てください、こぶたちゃん、こぶたのレース会場の前におります。来ております。ね、すごい大きいね。意外とね。意外にね。3ヶ月ですか。うん、あともう3ヶ月経つと100キロになるらしいよ。そうなんだ。あとね、あとね、あそこで豚まん売ってんの。やめて。幻だ。でもここのねレースに参加できるのは今回特別っていうことで。そうみたいだね。普段は小学生以下しか参加できないが、今回は特別に女子チームによるエキシビジョンレースを開催。ルールは簡単。子豚をうまく誘導しながら先にゴールした方の勝利。コースの途中には障害物があるから気をつけろ。それでは選手の紹介。ゼッケン1番とんこつ太郎早見沙織ペア、ゼッケン2番マザトントン遠山直ペア。それではスタート。起き上がりました一番の方が。じゃあ実況豚のそっと起き上がり、まずはゆったりとスタートを切った。仲いい、仲いいな2人。こっちだよ。めっちゃ可愛い。なんか何しても最初に抜け出したのはゼッケン2番マザートントン。第1コーナーを曲がり、障害物も難なくクリア。おっとここでゼッケン1番豚骨太郎が驚異の追い上げと見せかけてストップ。そっちには何もない。第2コーナーのところでマザートントンも立ち往生。必死で何かを探している。あれ、私の足を、私の足を食べちゃダメよ。大山選手、ナイスすべなし。こちらです。あ、こっち、あ、こっちだ、こっち、あ、こっち。と、ここでじりじり差を詰めていた豚骨太郎がまさかの逆走。このチャンスにマザートントンは無駄にしない。マザートントン、トントン。大山選手のダジャレも虚しく、レースは膠着状態。さあ、またしても差を詰めてきたゼッケン1番豚骨太郎。ここで一気に逆転か。思ったら再び逆走。一気にスタート地点まで戻ってしまった。さあ、このチャンスにマザートントンは、そこに一体何があるんだ。やはり微動だにしない。見えない何かが君には見えているのかい。そんなによだれを垂らして。さあさあ、君の進むべき道はあっちだ。マザートントン、今こそ君の実力を見せる時だ。そうだ、いいぞ。いいことね。やっと遠山選手の説得が効いたのか、マザートントン前を向くが、まさかの逆走。この豚ども、2匹揃ってフルネスに。まさに泥違い。さあ、豚骨太郎、ここでまた走り出す。こっち、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 こっち。いいぞ、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 いいぞ。マザートントンもスタッフにお尻を押されて前に進む。おっと、マザートントンがインコースから一気に豚骨太郎をかわした。そしてラストスパート。もう飽きたのか、勝負を終わらせる気だ。マザートントン遠山が一着でゴール。何もしなかった。最後は何もしませんでした。無事にゴールできました。続いて豚骨太郎のゴール。かわいい。楽しかったね。すごい、最後全力疾走で行かれた。というわけで一着はマザートントン遠山ペア。実況した私も疲れるほど白熱したレースだったな。壮大な音楽を、壮大な音楽を。あ、何をする。ポカ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 。なおちゃんの勝利。勝った。やった。いつの間にゴールしてたの、なおちゃん。あのね、最後はね全力疾走だったの。ね、一番の方もね最後はね全力疾走だったよ。一番の途中でやっぱりおたわむれになられてた。ずっとね。可愛かった。ほら、メダルももらっちゃったよ。いいな。あ、めちゃめちゃ可愛い、このメダル。小豚のレース、いいね、いいね。こんな感じになりました。楽しかった。まあでもね、どっちも可愛かったね。うん。